さなひな鳥たちは小声でそうさえずりました。そして自分の歌声を探す旅に出ました。旅路ではいくつもの出会いがありました。同じくらいの別れもありました。でも互いに手を取り合っていくうちに、ひな鳥たちは歌う喜びを知りました。歌い続ける苦しさも知りました。気がつくと旅立ってから20年が経っていました。ひな鳥たちは美しいハーモニーを奏でるひばりへと成長していました。春の朝、天高く自由に、その歌声を響かせるひばりたち、きっとこれからもひばりたちは思うことでしょう。もっともっと歌いたいと。皆様、改めましてこんにちは。女性アンサンブルラーク20周年コンサート、歌いたいあなたと共に希望を乗せてにようこそおいでくださいました。前回のコンサートから早いものでもう2年と毎回申し上げているうちに、ラークはなんと20周年を迎えました。今日はラークの成人式、ようやく一人前になったところです。このコンサート新たな出発点に、さらに皆様にラークの歌声を届けてまいりたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではまず本日の指揮者をご紹介させていただきます。北村哲郎さんです。ピアノ伴奏は小笠原貞宗さんです。司会進行は私、ミュージカルギルド級の鈴木千夏でお送りいたします。さて、本日のコンサートのオープニングを飾りましたのは、寺崎美智子さん作詞、安藤裕樹さん作曲で、組曲21世紀のヒーローの中から歌いたいでした。この曲はもともと混声合唱曲ですが、ラークのために作曲者の安藤さん自らアレンジをしてくださいました。続いての曲はフランス・シューベルト作曲詩編23編「主は我が拠り所」です。どうぞお聴きください。Oh.
続いてはイタリアの作曲家フランチェスコ・パオロ・トスティの歌曲よりセレナータです。この曲はイタリアらしい情熱にあふれた恋歌で、僕の好きな子はたった一人、美しい頭を持たせかけてシーツの中で休んでいるなんてちょっと刺激的な内容、先ほどの宗教音楽とはガラリと変わって甘いハーモニーをお楽しみください。それに続いてア・リトル・ジャズ・ミサよりキリエ・グロリア・アニュス・デイをお聴きください。